ローリング隊列は最終コーナーへと差し掛かってきます。エクスプリットのカラーリング野村優斗、蛍光のヘルメット鎌狩和樹、スタートは切られるか。ホームストレートスタート。さあトップ2が抜け出す形でスタートを切っていった。3番手以降はサイドバイサイドで1コーナーを抜けてきます。2コーナーのところトップは野村優斗、2番手鎌狩、そして3番手には服部慎、4番手に坂上、5番手カーナンバー24番、かなりマシンが振られておりましたが斉藤拓人、そのインサイド島田隼人がついていった。4コーナー島田隼人が5番手に浮上、6番手に斉藤、7番手に代々です。少し離れまして8番手には伊藤拓磨がつけています。6コーナー入れ替わりあるか。島田隼人服部をインサイドついていった。3番手坂上の後ろに島田隼人が上がってまいりました。島田隼人4番手、5番手に服部、そして代々がその後ろから前を狙っていく。ホームストレートオープニングラップ野村が取っていった。2番手鎌狩、この2台の頭一つ抜け出しています。かなり離れて3番手坂上がキープしています。2コーナー S 字からバックストレート、島田隼人が猛然と追い上げてくる。そしてその後ろには代々、服部、そして斉藤、伊藤の後ろからカーナンバー78番の角熊良大がピタッとつけていますね。ここも気になります。現在6コーナーです。トップ2は今すぐ入れ替わりがありそうな雰囲気ではありませんが、3番手についてはあっという間に変わっていきそうな雰囲気。坂上逃げられるか。島田隼人は7番手スタートということで、おそらくセッティングはもうスタートダッシュを決めて前に、みんながまだ固まっていない時に前に来るという方向でしょう。あ、そして4コーナーのところでは1台スピンをしています。4コーナーで1台スピンをしている。先ほどの周回で止まってしまったということなんでしょうか。浜川克樹ですね。さあそして6コーナーのところでは3番手4番手入れ替わってまいりました。3番手に一気に代々時期、さあ坂上真美が一気にドロップをした。先ほどの4コーナーのところの止まってしまったカートをかわすところから一気に状況が変わってきています。3番手には代々、4番手には島田、5番手に服部、2コーナーへと入っていきます。3番手争いの集団、順位を大きく入れ替わっている。そして島田隼人が結構イケイケ、代々時期が守りたい。後ろからは連なって入ってきます。代々島田、服部、斉藤、坂上、伊藤、さらには角熊と山本。さあその中で動いたのは斉藤が、斉藤が6コーナーのところで動きました。斉藤拓人、これで5番手に浮上。そして3番手4番手も入れ替わるか。最終コーナ ー島田が行きたかったんですけれども、これはダメ。トップ2は淡々としておりますが、3番手以降は大バトルになっています。2コーナー代々抑えられるか。上位陣は今までの2戦と似たようなメンバー、違うのは鎌狩和樹が入っていることでしょうか。鎌狩現在2番手。3番手争いは3台になりました。代々島田、斉藤拓人、その斉藤は6コーナーのところでもぐっと前に詰めていきます。3番手争い3台です。6番手争いは伊藤拓磨を先頭にして、伊藤の後ろに角熊、さらにその上に坂上真美がドロップをしてしまって山本瀬名と来ています。ホームストレート、さあそろそろ島田が仕掛けそうな雰囲気になっているんですけども、3番手争いもなかなか動きません。現在5周終了、6周目です。トップ2のタイムギャップはコンマ611。野村優斗の方がわずかに鎌狩よりも速いラップをしています。トップ2はこのまま空いていくのか。そして3番手争いはどうなる。6コーナー島田隼人インサイド飛び込んでいった。代々時期4番手、島田の後ろになんとか戻ります。後ろから斉藤もともすれば行きたかったでしょうが、前に出るところまでは行きませんでした。さあそして最終コーナーのところでは伊藤と坂上がテールトゥーノーズ、坂上真美、角熊をかわしてワンポジションのアップ、戻してきます。ワンポジション
藤拓磨は現在2コーナーです。各ドライバーバトルは激しくなっていますが、フロントフェアリングが当たってしまいますと脱落、あるいはですね取り付け位置が変わったりして10秒ペナルティを受けてしまいます。慎重にならざるを得ません。さあそんな中、先ほど4コーナーのところでは大月素直でしょうか、ポジションを上げてきたドライバーがいます。山本瀬奈の後ろにカーナンバー 40番大月素直が上がってまいりました。残り周回数は9周、トップ2は広がりましたね。コンマ8、野村優斗に仕掛けなしといったところでしょうか。鎌刈和樹は今踏ん張りどころです。後ろからは島田隼人が怒涛の追い上げをしている。その後ろ斉藤、代々と続いています。さあこのトップ5はともかくとして、6番手以降がこれまだまだわからない。5コーナーから6コーナーへと向かっている現在6番手は伊藤拓磨なんですが、伊藤の後ろ坂上、さらに角熊、山本、そして順位を上げてきました大月素直、その後ろには泉がいて伊藤涼河がいてというファリーナが2人、服部慎はさらにその後ろ13番手までドロップ、そして岩田直人と続いています。さあ今1コーナーのところで伊藤涼河が泉晴信のインサイド飛び込んでいって2コーナー前に出てまいりました。ここは11番手に浮上、伊藤涼河11番手です。さあそしてその前4コーナーのところでは山本瀬奈が前を走っていました。角熊良大を捉えまして、ここもワンポジションのアップ、坂上真美の後ろ8番手に上がります。トップ2は変わらず、3番手島田も集団から抜け出し単独3番手となりました。その後ろホームストレートを駆け抜けていきます。代々と斉藤拓と代々ワンポジションのアップですが、斉藤はまだまだ見ています。周回数は10周目に入っています。入れ替わりがあるとすれば4番手5番手争いと6番手争いです。先ほどまで6番手争いは長いバトルでしたが、現在は伊藤と坂上の一騎打ちになっています。現在6コーナー、さらにその後ろからは角熊と山本、角熊戻してきました。後ろ大月素直、伊藤涼が泉春信、服部慎、岩田と続いています。10周終了です。残り周回数は6周、野村優斗早いです。現在のラップでも45秒2で走っているドライバーなんてあと誰もいません。2番手の鎌刈も45秒4、島田隼人も怒涛のごとく追い上げておりますが45秒の3。トップ3はこの後も単独が続きそう。さあそして4番手争いなんですが、代々と斉藤はもう島田を逃がしたところで4番手争いをそれぞれ一騎打ちということになりそうですね。単独でやってます。その後ろ伊藤と坂上もテールトゥーノーズです。残り周回数は5周です。2コーナーから3コーナーへとかかっています。注目は4番手争いです。代々時期はこの神戸シリーズ、ここ3戦は4位に3位と来ています。一方斉藤拓人は8位4位7位と来ている。神戸シリーズの時には代々時期の方に軍配が上がっているわけですが、さあ斉藤代々を攻略できるか。残り周回数は4周、ここでトップの野村優斗がファーストをマーク。あれだけの走りを見せていながらまだ終盤に力をためていた野村優斗、45秒157です。45秒157って言ったらタイトラより速いです。野村優斗のタイムトライアルのタイムは45秒194、それよりも0.04上回ってまいりました。野村優斗2番手の鎌刈は45秒2というのがベストラップですから、
釜狩りとても追いつけません。3番手島田隼人も自己ベストを更新していますが45秒2。4番手5番手もどうか。今1コーナーへと入っていきますが、代々が前、斉藤インガーにマシンを振りかけましたけれども飛び込むところまではいきません。 S 字からバックストレッチ。6番手争いは長い列に再び膨れ上がってまいりました。坂上真美がドロップしています。伊藤の後ろに角熊、そして山本、坂上、大月、伊藤、泉、服部、この集団は8台のバトルとなっています。6番手争いです。残り周回数2周。野村優斗はまたまたファスティストをマーク、45秒150。これだけの走りを見せられてしまいますと2番手以降のドライバーやその陣営は一体どうやったらいいんだ決勝って思ってしまうでしょうね。さあ野村優斗を捕まえる手立てはあるのか。ここから決勝までの間に釜狩和樹の A チーム陣営、それから島田隼人のケーテックピーターパン陣営は知恵を絞らなくてはなりません。ホームストレート。4番手5番手争いももう変わらないかというところ。ファイナルラップ大体時期に先ほどまではテール中の選手斉藤拓人ですが少し隙間が空いています。ただこのインフィールドセクションで詰めてくれば6コーナーあるかもしれません。どうでしょう、どうでしょう。詰めては来ているんですけれどもね、無理はしないか。6コーナー入れ替わりはなさそうです。そしてその後ろの伊藤拓磨を先頭とした集団も6コーナーで入れ替わりはありません。大月素直が結構ドロップをしてしまっているんですけれどもね。さあトップチェッカーは野村、2番手釜狩、3番手島田、代々斉藤、そして最終コーナーから立ち上がってまいります。伊藤、角熊、山本、坂上、伊藤亮が、泉、服部、大月、岩田とチェッカーを受けていきました。